回のあらすじ。ダジャレ研究家の院長がいる。ダジャレを極めるべく旅をしているスルメ語一行。これはぜひ弟子にさせていただきたいってドルマです。まさかお前もダジャレ師匠の弟子に。やばいよね、早く行かなきゃ。あれ、意外と騒いでない。さっき修道院の皆さんが慌てて奥へ走っていきました。何があったんでしょうか。え、わかんないの、のんきかよ。早く行こう早く行こう。めちゃくちゃ燃えてたもん。うわ、めっちゃ燃えてる、やばいって。え、みんな棒立ちじゃん。火を消す努力しないの。あ、熱い、クソ。これでは院長様の部屋に近づけん。あ、橋がもう崩れ落ちそうだ。橋が燃え落ちる前に何とかして向こうの島に行かなくてはならんのに。え、勇気のない連中め。この前浦地方の平和と秩序、そして修道院長様の命を守りする神の剣、それが我ら青銅騎士団だ。しかしこの炎ではとてもではないが、修道院長様のもとに行くことができんではないか。え、行けるくね、行けるくね、めっちゃ道歩くね。っていうか、なんなら火怖いならここ泳いで行きなよ。行けるやん、行けたぞ。おい、普通に行けたぞ。あ、ここいる。畜生、マルチロの野郎、どこにもいやしね。え、まがまがしい木？いや、そんな可愛いもんじゃない。まるで悪魔が、地の底から悪魔が大群で這い出してきたみてえな。オディロ院長、ほら、クールだって。命を顧みず橋を渡って大丈夫？中から鍵がかかってる。マルチロたちも中か。クソ、何が起きてるんだ、一体どうなってやがる。あっきゃしね、クソ。いいぞ、助かった。悪いが、もう一度だけ俺に力を貸してくれ。こうなりゃ実力行使だ。これだけ人数がいりゃどうにかなる。中から鍵がかかってる。さあ、みんなで体当たりして扉をぶち壊すぞ。いける？あ、でもヤンガスいるだけで全然違いそう。やったぞ。もうほぼほぼヤンガスの力な気がするけどね。大丈夫？おい、何があった？しっかりしろ。よかった、応援が。早く院長様を。どうした、一体誰が。やつは強い。マルチラ様も危ない。え、やばい、ドルマゲスと戦うことになるんだろうか。上田行こう、お前も来てくれるな。オッケー、すまない。一緒に戦ってくれるよね、ククールまだ仲間になってないけど。え、あの道化師、誰か院長を。うふ、やばい、来るよ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 。ドキドキしてきた、ドキドキしてきた。あ、マルチロが守ってるじゃん。出たー、やばいやばいって。兄貴、やられた。すべてあの道化師の仕業。やつは強い、ゲホ。だがやつの思い通りには。命令だ、青銅騎士団員ククール、院長を連れて逃げ。やばい、なんか呪いかかってる。クックック、これで邪魔者はいなくなった。くそ、オジロ院長には指一本触れさせん。あ、マルチロいいやつだったんだな。案ずるな、マルチロよ、私なら大丈夫だ。私は神に全てを捧げた身、神の御心ならば私はいつでも死のう。だが罪深き子よ、それが神の御心に反するならば、お前が何をしようと私は死なぬ。神のご加護や、必ずや私とここにいる者たちと悪しき行より守るであろう。ほう、随分な自信だな。ならば試してみるか。待て待て待てー、おっさん、いつの間に。ほんとだよ。うわ、怖っ。久しぶりじゃな、ドルマゲスよ。うわ、これはトロデオではございませんか。随分変わり果てたお姿で。腹立つ何この顔、めっちゃ腹立つんだけどうるさいわい、姫とわしを元の姿に戻せ。よくもわしの城を。うわ、やばい、怖い。なになになに、
何？何？え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 ？ゴジラ院長？なんと悲しいな。お前たちの神も運命もどうやら私の味方をしてくださるようだ。ひゃひゃひゃ、悲しいな、オディロ院長よ。え、トロデのせいじゃん。トロデが出てきたからじゃん。そうだ、この力だ、クックック。これでここにはもう用はない。え、なになになに、オディロ院長の力を得ちゃったってこと？ドルマゲスが。うわ、なんだこの、なんか、なにこの窓ガラスの割り方。さらば皆様ごきげんよう。え、なにこの、なんかおしゃれな感じ。え、なにこのおしゃれなさらばの仕方。戦わないの？嘘。やばいよ。ドルマゲスがもっと強くなったってことですよね。院長のなんか魔力的なものを奪っていったってことですかね。雨が降っている。ウディル院長死んじゃったのかな。魔力取られただけだったらいいんですけど。そっか。翌朝、冷たい雨の中、オディロ修道院長の葬儀は行われた。悲しすぎる。ドルマゲスは闇の中に消え、再び行方をくらました。どうにか無事だったマルテルは、その夜に起きた全てを皆に説明した。スルメの疑いは晴れたのだ。しかし、葬儀に立ち会った皆は院長の死を心から嘆き、天も惜しみない涙を流した。なんか私、マルチェロ何か企んでると思ってたんだよね、実は。普通にいいやつだったからめっちゃ申し訳ないわ。雨は夜更け過ぎまで降り注ぎ、そして夜が明けた。おはようございます。目が覚めたみたいだな。葬式の前にも言ったが、オディロ院長の死のことはあんたたちの責任じゃない。むしろあんたらがいなかったらマルチェロ団長まで死んじまってただろう。礼を言う。いや、申し訳ない。さて、その聖堂騎士団長殿がお呼びだ。部屋まで来いとさ。じゃあな、俺は確かに伝えたからな。ヤンガス寝てんじゃん、起きなよ。おはようデゲス兄貴。ゼッちゃんはゼッちゃん、あ、いた。ゆうべは全然眠れなかったわ、ドルマゲスのやつ。よし、行こう。む、お前はマルチェロ様がお待ちかねだ。さあ入るがよい。おー、いたね。お待ちかねだね。大丈夫、頭。これはこれは、目が覚められましたか。話はすべてこちらの方から聞きました。あらぬ疑いをかけ申し訳ない。憎むべきはドルマゲス。あの道騎士には神の御命のもと鉄槌を下さねばなりますまい。ですが、私には新しい院長として皆を導くという役目がある。そこでです。こちらのトロデという方のお話では、皆さんもドルマゲスを追って旅をしているとか。どうでしょう、ここにいる我が弟ククールを同行させてはいただけませんか。騎士団長殿、規律が守れぬ者は弟は思わぬとあなたが言ったのでは。今はこの方々とお話をしているのだが、お前は黙っていろ。ククール、今修道院を離れても問題ないものはお前しかいないのだ。なんか嬉しいのかよくわからん、喜んでいいのかわからん。なんか他の者にはそれぞれこの修道院で果たすべき役目がある。その点お前は身軽だろう。つまり役立たずだと、そう言いたいわけだ。いや、そうなるよね。言い方、なるほど、わかりました。それほどおっしゃるならこいつらについて出ていきます。院長の仇をお任せを。姫と一緒に馬車で待っとるからな。
かわいいな。では皆さん、ククールをどうぞよろしく。旅の無事をお祈りしております。あ、いた、ククールよ。まあそういうわけだ。俺も旅に加えてもらうぜ。マルチェロ団長殿に命令されたからじゃない。院長は俺の親代わりだったんだ。あいつドルマゲスは絶対に許さない。こんなところ頼まれたって痛くないね。追い出されてせいせいするさ。それと約束してたよな、いろいろ世話になった礼はいずれ必ずするって。ジェシカ、これから俺は片時も離れず君を守るよ。君だけを守る騎士になる。え、何キモい、どうしたいきなりどうした。はいはい、どうもありがとうございます。ククールが仲間になった。私のことも守ってね。私とヤンガスとトロデとミーティア姫のことも守ってね。さあ行こうぜ。やったー、メンバーが4人になりましたね。嬉しい。古来より王がお忍びで旅をする折には左右に男を2人と若い娘を連れるものと決まっておる。え、ほんと？そして若い娘は宿に泊まるたび風呂に入る。これがしきたりなのじゃ。ちょっと待って、それはどこぞの黄門様じゃね。ジェシカは弓薫だったか。あー、やっと何か見えた。すっかりね、夜になってしまいまして。長かったぞ、ここまでの道のり。うわー、ミイラ男だ。クールがね、入ってやっとね、パーティーが4人になったんで、なんかだいぶ戦闘楽になりましたね。いいね。動きがさ、めっちゃリアルな。なんか映画とかで見る動きだよね。あ、初めて投げキスでうっとりしてるの見たぞ。こうなるんだ。なるほどね、うっとりしてるんだって。かわいすぎん。いいね、うっとりしたまま死ねるなんてめちゃくちゃ幸せじゃない。よし、え、ただの教会ですか。旅の方よろしければ我が教会で休んでいらしてはいかがですか。やった、無料だって、イエーイ。全然いいよ、粗末のベッドで。お、なんだ、びっくりした。いきなりトロでのドアップはびっくりするよ。どうした、うなされてる。どうした、何、あら、起きたの。ん、あら、ククールじゃん。ククールよ、お前何やら事情がありそうじゃな。大人の話ですか。話せば気が楽になることもあるやもしれんぞ。まあ無理にとは言わんが。かわいいなんだろうね、こううまくいかねえんだよ、あいつマルチェロとは。いっそ本当に血がつながってなきゃお互い幸福だったのかもな。そりゃいろいろ思うことあるか。お、ククールの過去編が始まりました。え、かわいい。死んだオディル委員長はこの辺で名の知れた慈善家でさ、身寄りのない楽器を引き取って育ててた。え、めっちゃかわいいじゃん、これククール。まあ俺もその一人で、あの辺の漁師だった両親がいっぺんに死んじまった後、金もない、親戚もいない、そういうガキにはあの修道院しか行く場所がなかったんだ。かわいい。
扉が閉まってびっくりしちゃった。降りる院長かな。怖い。なんで誰もいないんだろう。え、無視なんだ。どうしたのとか言ってあげないんですね。ん？え、これマルチェロ？え、マルチェロとこんなに年離れてんだ。君初めて見る顔だね。新しい修道士見習いかい？一人でここまで来たの？そうか、大変だったね。荷物は？それだけ？あの、父さんと母さん死んじゃったんだ。だから荷物なくて他に行くところもなくて。僕も似たようなものさ。でもここならオディロ院長やみんなは家族になってくれる。大丈夫だよ。なんだ、マルジェルいいやつじゃん。うん、うん、でも。院長のところに案内する。ごめん、ほら泣かないで。君名前は？ククール。そうか、君、お前がククールなのか。出て行け。出て行けよ。お前は、お前なんか今すぐここから出て行け。お前はこの場所まで僕から奪う気なのか。なんかあったのね。そういうことだったのか。マルチェロがククールを嫌いな理由って、ここに来る前に何かがあったのね。勉強熱心で将来有望な騎士見習いのマルチェロは俺にだけ態度が違った。すまぬなおさなごよ。今の話すべて聞いてしもうたよ。まさかマルチェロがあのような態度を取るとは。一体何が。そうか、お前が。マルチェロには腹違いの弟がいると聞いていたが、そうか、お前がククールなのか。すべては時間が、ここでの暮らしが解決するだろう。さあおいで、ククールよ。ここが今日からお前の家になるのだよ。みんなに紹介しよう。その後しばらくして俺は初めて知ったんだ。死んだ親父にはメイドに産ませた腹違いの兄が一人いたのだと。それがあのマルチェロで、俺さえ生まれなければ跡継ぎはやつのはずだったのだということ。マルチェロとその母親は俺が生まれた後、無一文で屋敷を追い出されすぐに母親は死んでしまい、身寄りのなくなったあいつはこの修道院で俺と親父を恨みながら育ってきたんだ、ずっと。そっか。ほんとね、こういうのってね、子供は何も悪くないのにね、かわいそう。ほんとね、耳に水の話でさ、幼く純真なククール少年の心はこっぴどく傷ついたね。じゃあ仲良かった頃なかったんだ。なんか昔は仲良かったとかかなってちょっと思ってたんですけど。でもまあね、クソ親父はしたい放題やってさっさと死んじまった。やつには憎める相手は俺しか残ってないんだ。わからないでもないんだ。だからいい機会だったと思うよ。近くにいるから余計苛立たせる。ちょうど前浦修道院の窮屈な暮らしにも飽き飽きしてた頃だったし。ククールお前、ずいぶん長話になっちまった。ほら、そろそろ夜明けだぜ。おい、え、え、なに、なんか意味深じゃない。なんだろう。アスカンタ領土。またちょっと進んでみましょうかね。